FX 現場&キースー村第2回ゲットイットビューティーコンに出演。韓国の代表的なビューティーフェスに関心集中、写真イコールオンスタイル上半期の第1回から3万人の観客が集まり、ローンチに成功し、韓国初のビューティーフェスティバル、ゲットイットビューティーコンが、下半期に第2回開催を確定し、10月東大門、トンデムン、デザインプラザ、TDP で、より一層グレードアップして戻ってくる。新概念ビューティーフェスティバル、ゲットイットビューティーコンが、10月5日、金曜日から7日、日曜日までの3日間、東大門 DDP で開催される。3月にソウルコエックスで開催された第1回ゲットイットビューティーコンは、自分らしい美しさを探す旅、Be Beautiful Journey という体まで3万人の観客の注目を集め、観客だけではなく、ブランドやインフルエンサーいずれも満足した、韓国の代表的なビューティーフェスティバルとして定着した。ゲットイットビューティーとコンベンションを合わせたゲットイットビューティーコンは、消費者、視聴者とセレブリティ、ビューティーインフル、エンサー、ビューティーブランドが集まって、ビューティーコンテンツを遊びのように経験してシェアする新概念フェスティバルで、第1回から爆発的な反響を得た。韓国の代表的なビューティーコンテンツ、ゲットイットビューティーを企画、制作した CJE&M、オンスタイルならでは、のビューティー専門性と能力が総動員され、K ビューティーを代表するコンテンツとしてその影響力を証明したという好評を得た。10月、東大門 DDP で開催される第2回ゲットイットビューティーコンは、ワンダーフルユーをキャッチコピーに掲げた。堂々として自信あふれる自分のビューティー、いわゆる、自ビュー心を誇れる、ビューティーヒッププレイスになる見込みだ。第2回ゲットイットビューティーコンには、FX の演馬、ラッパーのキースーム、ファクユンギとシンイ、MLAMUQE-HEIZLE、レオ J など、韓国トップのビューティーセレブが総出動し、多彩なイベントを披露する。ビューティーヒッププレイスに変身した、ゲットイットビューティーコンでは、自身だけのビューティープライド、自ビュー心をアピールできる、パパラ。イベントや自分が考える自分らしい美しさについて自由に考えを分かち合うメッセージウォールなど、観客が参加できるイベントが満載だ。また DJ ブースではまるでパーティーに招待されたような雰囲気とともに DJ 公演も繰り行蹴られ、ゲットイットビューティーコンならではの楽しさを満喫できる見込みだ。ビューティーに関心のある観客が集まるだけに、韓国にまだ流通されていないグローバルビューティーブランドを体験できるベリーエクスクルーシブゾーンも期待を高める。ディアーナがローンチしたビューティーブランド、フェンティビューティー、韓国には展開されていないグッチ、グッチとコスメティックラインであるグッチビューティーなど、様々なグローバルブランドに会うことができる。また、ゲットイットビューティーの番組でビューラバラ、ビューティーライフバランスに選定された製品を収めて、ゲットイットビューティービューラバラゾーンを構成し、体験から購入までできるようにする予定だ。その他にも、第1回で観客の好反応を得たカスタマイズ製品も、さらにグレードアップした。
自身の肌の状態やパーソナルカラーを診断できる皮膚診断ゾーンとソナルカラーゾーンだけではなく、メイクアップ専門家とワンタッチ、ワンポイントサービスを提供するメイクオーバーゾーンも運営される予定だ。これに対して、ゲットイットビューティーコン事務局は、ビューティーをテーマに、1箇所に集めることが難しいビューティーセレブを集めてみた。韓国にまだ流通されていないグローバルブランドを獲得するなど、様々なビューティー体験のために、総力を尽くして準備している、と伝えた。また、あなたの自流心を見せて、というコンセプトに合う、様々な体験ブースやイベント、ステージを設け、差別化されたビューティーフェスティバルに生まれ変わる予定だ。ビューティーを愛する観客たちに、最高の満足を提供する、第2回ゲットイット、ビューティーコンに、たくさんの期待をお願いしたい、と付け加えた。グレードアップして戻ってくる第2回ゲットイットビューティー CON は9月からアーリーバードチケットなどの事前販売を始める予定だ。ブース参加の申し込みは9月7日からゲットイットビューティーコン公式ホームページを通じてオンラインで受け付ける